はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、エターナルマスターピースコレクションナンバー12、鑑賞爆夜です。はい、まずエターナルマスターピースが何かというと、アニメやコミックなどのいろいろな作品のヒーロー&ヒロインの持つ武器を金属製のミニチュア武器にしたコレクションアイテムシリーズで、今回新商品としてフェイト・ステイ・ナイトからアーチャーが使う双剣の鑑賞と爆夜が立体化されました。前にセイバーのエクスカリバーが発売されて、買おうかどうか迷ってるうちにプレミア化してしまったので、今回は予約して買いました。ちなみにフィグマに付属する鑑賞爆夜はこんな感じで、これでも結構細かく再現されてましたけど、どれくらいの金属感なんですかね。パッケージの表側と裏側、非常にシンプル。ではレビューしていきます。フェイト・ステイ・ナイトを見てる人ならわかると思うんですけど、アーチャーめっちゃかっこいいですよね。背中で語る男。ではビニールを剥がして中身を出します。はい、このようにもうパッケージから非常に高級感があります。はい、外れました。横にはエターナルマスターピースコレクションナンバー12、なんかまるで魔導書のような作りですね。で、さらにこれをパカッと開けると、来た！あ、なるほど！思ったより小さいかも。もうちょっと14、15センチを期待してたので、これくらいの長さのものが入ってるかと思ったんですが、ただ双剣ですから2本入ってて、さらにこの枠を取ってフィルムを外します。すごい！細か！この部分はクリアパーツかな？なんかすごいテカってて、まずは鑑賞から取り出しましょう。重い！重い！金属感。これが鑑賞で、もう一つが爆夜。はい、このように、アーチャーの専用武器の双剣の鑑賞と爆夜が入ってました。それ以外には本当に何も入ってなくって、ベースのものをパカッと外しても説明書的なものは一切ありませんね。ケースと本体のみ。まずは鑑賞から確認しましょう。ぐるっと見回すとこのような感じ。両面とも非常に精密な作りで、鑑賞といえばこの刀身の部分の亀甲文様ですけど、これ全部塗装ですよね。剥き出しの金属的な部分はなくて、すべて綺麗に塗られてます。刀身部分はこのような感じで、柄の部分は布を巻いたようなグリップと、対極図の柄部分はクリアパーツじゃなくて、塗装で光沢感が出てますね。へぇー。アニメ本編だとここまでの立体感はわかりませんけど、実際はこんな感じなんですかね。完全に金属製のアイテムですから、ずしっとした重量感があって、この、金属音、わかりますかね？このように、カチカチとなります。いい。そしてもう一つは、爆夜。ぐるっと見回すと、このような感じで、基本的な形は、干渉爆夜は、どちらも同じ形ですが、刀身の見た目が全く違って、こっちはシルバーメタリックの白亜の刃。グリップ部分は共通で同じように布が巻かれているような造形になってて、ゴールドメタリック。細かく見比べると、このような感じ。ちなみにフィグマ版と比べるところで、形はおよそ同じですが、エターナルマスターピースは武器用のコレクションアイテムですから、さすがに作り込みがすごいですね。爆夜の比較はこんな感じ。見回すと、こうですね。フィグマと合わせるとこんな感じで、さすがにグリップが太くて持つこともできませんし、スケールが全然違いますけど、サーバントの武器はいろんなものがありますから、このサイズで持ってたとしてもそこまで違和感ありませんね。ただディスプレイ台座の付属なんかもありませんから、基本は箱に飾ってコレクションする感じですね。最近レビューしたガシャポンのハイプロポーションコレクションのこの台座とかは使うことは、おーまさかのバッチリ使うことができます。なので、これを使えば、このように飾ることができます。かっこいい！いやもう簡単なものでもよかったので、ディスプレイ台座つけて欲しかったですね。
はい、ということでエターナルマスターピースナンバー12干渉爆弥を紹介しました。金属的な質感とか非常に精密な作りには全く不満点がないんですけど、定価が4500円ですから、もう少しサイズが大きいかなと予想してたので、全長8センチ ×2 本は少し予想より小さめでしたね。ただ今回の開封でエターナルマスターピースシリーズがどういうものかが大体わかりましたので、もしまた次気になるコレクションアイテムがあれば買ってみようと思います。まあでもエクスカリバー欲しいですね。以上、エターナルマスターピースコレクションナンバー12フェイトステイナイト干渉爆弥の紹介でした。